カナディアンフットボールリーグは、カナダのカナディアンフットボールのプロリーグ。カナディアンフットボールの最高峰のリーグである。1860年代にその期限を遡ることができるが、公式には1958年に開始されたとされる。コロナウイルス感染症流行により、2020年シーズンは中止された。全部で9チームが加盟しており、東西のディビジョンに分かれている。 毎年、建国記念日のカナダデーから19週間のシーズンが始まり、11月上旬に終了する。その後、6チームがプレーオフに残り、最終2チームがグレーカップと呼ばれる優勝杯を争う。CFL は財政上の効果も考慮し、アメリカの都市への拡大を何度か試みているが、現状は芳しくない。ラスベガスなどの NFL チームのない都市が、 CFL チームを登録しているが、観客動員などが思わしくなく、現在休止中となっている。2008年3月に CFL はオタワでのチーム再設立計画を発表した。2012年10月に正式に承認され、2013年6月に新チーム名がオタワレットブラックスと発表された。チーム名は過去にオタワに 本拠地を置いた2球団の頭文字 R を踏襲し、2球団のチームカラー、赤と黒をそのままチーム名にした。2018年11月24日に、ハリファックスを本拠地とする10番目のチームアトランティック、スクナーズの発足が発表された。2021年のシーズンから参入する予定。BC カルガリーエドモントンサスカチュワン、ウィニペグハミルトンモントリオールオタワトロント。 ありがとうございます。